はい、こんにちは、ピカですけどね、2万円ぐらいで始められるラジコンのドリフトっていうことでね、実写の練習にもねなると思うんで、ちょっとね今日2万円ぐらいのねラジコン買ってみました。実は俺ラジコンはねめっちゃ持っててね、全日本ファイナリストなんですよね。でもちょっとね最新のねドリフトラジコンをね買いました。買った、ちゃんと買った、ちゃんと買った。はい、これですね、京商さんの最新のね12月に出たばっかり四駆のねミニッツっていうね、こうちっちゃいラジコンですね。なんとかモデル、何モデルだったんだっけ、わかんないけど、これとあとなんかもろもろね必要な充電器とか電池とかをね買いました。はい、これをねちょっと開けてやっていきたいと思います。そう、これが 16,940 円で、これ電池はなんだかんだ2万円弱ぐらいだと思いますね。開けていこう。こうなってて、京商のミニッツはもう完成されてるからね、もう完璧にもう完成されてる、素晴らしいから。これよっ、プロポがついてる、ちっちゃいプロポ。まあまあ俺マジなガチなプロポも持ってるんだけど、ガチなプロポね、いくつも持ってる、いくつも持ってるけど、このプロポでねやっていこう。で、あのこういうのね大事だから、セッティングパーツね結構ね大事。あ、なんかここに電気がついたりするんだ、電気ついたりとかする。はい、開けました。インプレッサだね、インプレッサで、ライトがなんかどうなってんのこれ。はい、そしてこれ開けるのにねプラスドライバーがいる、プラスドライバーが。あ、そしてこんなねちっちゃいコーンがついてて、ね、練習できる、練習できる。ミニッツもらってない、買ったよ、これちゃんと買った、ちゃんと買った、動画で紹介してもちゃんと買ったよ俺。そう、京商の昨日京商の81までね紹介したはず、昨日京商の81まで紹介して、あれも買ってる、買ってる、買ってる、ちゃんと買ってるよ俺は。まずはねちょっとね電池をね充電してね、それからちょっとやっていきたいと思います。難しいな、ドリフト。こんな感じだ。難しい。ちょっとね、ちょっとギア比が低すぎて、高すぎるのか。高すぎて、ダメだね。はい、ここにね、ルームランナーあるんで、ルームランナーで、ね、スタートして、スピード測ってみよう。スタート。おぉ。かっけえな。はい、時速今1キロだね。さあちょっと上げていこう。あ、落ちちゃった落ちちゃった。おお、時速3キロですね。あ、これ面白いかも。なんか昔こういうゲームあったよ、なんかこう障害物を避けるみたいな。なんだこれ面白い、面白いじゃん、なにこれ。次、どんどん上げていくぞ。ちょっとね、おお、4キロ。あ、すごいね、台に対してすごい車が敏感に動くようになっちゃう。待て、難しい、まっすぐ走るの結構難しい。わざとスラロームするね。
げえ、すげえ、かっけえじゃん、かっけえじゃん、これ。さあ、ちょっと待って。あー、6キロ、6キロ、時速6キロ。6キロ、あ、まだ前行ける。前回にすると、わー、危ない。なんかね、ゲームみたい、なんか。一回ここに、一回ここにピットする。ピットピット。ここピットだろ。じゃあ7、7キロ。さあピットから。いくぞ。5! あはいや、絶対ピットからスタートしたい。なんとしてでもピットからスタートしたいんだ、俺は。いくぞ。スピンしちゃう、スピンしちゃう、難しいな。あはははは、ダメだ。いや、ちょっと待って、なんとしてでもこっから行きたいんだ、俺は。あ、もうちょっと、うん、加速しながら、あはは、難しいぞ、これ。いや、絶対行きたい。あ、行った行った行った、すげえ。7キロだと、もうギリ前行けるのか。というよりは、ここ走ってるだけで面白いっていう、なんか。うおぉ、マック7キロぐらいかな、 7.5 ぐらい、正確に測ろう。今7、できましたけど、いかがだったでしょうかね。ギア控えたりとかしねえわ。これが面白すぎて。次回ね、ちょっとまた別動画でやっていこう。ギア控えて速くしてドリフトを練習するっていうのをやっていきたいと思います。あー、どこで辿っていこう。まっすぐ走ると前に行けるけど、ここでね、蛇行とかすると後ろに下がってきちゃう。カメラで、カメラで挨拶するんだ。はい、ということでね、またね、これやってるんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。